NRP テレビ局よりお送りいたします、国家非常事態対策委員会司会の立花健三です。それではコメンテーターお二人をご紹介させていただきます。聴導委員大閣総裁、そして、弁護士の、和田清人先生、はい、このお二人とともに始めさせていただきます。今回は、前はなんかトランプさんと安倍さんが仲がいいみたいなことの時代がちょっとあったような感じがしましたけど、現在ではとてもこの安倍さんとトランプさんの間はとてもぎくしゃくしてるんではないかということで、この日米新協議の行方ということをお二人からいろんなお話をお伺いしたいと思います。それでは和田先生お願いします。はい、もともと今回のそのお話は私にいろいろ情報を提供していただいているアメリカ在住の国際コンサルタントのトーマス加藤さんからいただいたその情報なんですけれど、まあ、トーマス加藤さんは、まあ、先日別のところでお話をご紹介をさせていただきましたドナルド・トランプ物語という本を出されているんですけれども、まあ、その中で、まあ、現在 の、 そのトランプ政権ですね、もともとトーマス加藤さんはトランプが大統領になることについてこれを見事に予言をされて、トランプは大統領になるのではないかということをお話をされ、結果的にその通りになったわけなんですけれど、まあ、その以前からずっとトランプのことについて分析をされてきて、まあ、そのことについて一冊の本にまとめられたと。まあ、その中でトランプがそのドイツ系 の、 その大統領だということで、まあ、従前アメリカの大統領はアングロサクソンの人が大統領になることが多かったわけなんですけれど、まあ、そのドイツ系 の、 その大統領、今までドイツ系の大統領になったのは数名しかいないと、アイゼンハワーと言ってましたけれども、まあ、そういう方 の、 その数名しかいない中の3人目ぐらいの大統領にトランプになったのはドイツ系だということがとても重要だというように書かれておりました。まあ、その中で、まあ、最終的にこの中でその、加藤さんがお話をされているのは、まあ、基本的に今現状日本のメディアでは安倍さんとトランプ大統領は、まあ、とても仲がいいと、まあ、良好な関係になっているというように報道されているんですが、まあ、加藤さんがお話をされているのは基本的にトランプとその安倍さんとの関係は非常にギクシャクをしているというようなことがお話をされているということなんですね。で、なんでギクシャクをしているかということが、まあ、先日茂木大臣とライトハイザー USTR の代表との間の交渉でありました日米新協議というところに象徴されているんですけれども、基本的に、まあ、茂木さん日本政府は、まあ、アメリカに日本とオーストラリアが進めている TPP11 にアメリカに復帰してもらおうというように意見を言ってますけれども、他方を、ライトハイザー USTR の代表とか、まあ、トランプ大統領は二国間協議で進めていくということで、この TPP と TPP11 ですね、この二国間協議がその間に入ってきますけれども、まあ、そのについての立ち位置が大きく違っているわけですね。日本では TPP と TPP11 が同じような形で議論されていて報道されてますけれども、実はトランプが求めているのはその二国間、それぞれの国の二国間協議ということで、まあ、TPP を上回るものを求めているということで、 TPP11 とは似ても非なるものだということが加藤さんが言いたいことで、まあ、基本的に、まあ、それはトランプと安倍との関係を非常にギクシャクさせたものにさせていると、これがアメリカで報道されているそのアメリカでは常識 の、 その情報なんですが、まあ、残念ながら日本にはそのことが伝えられていないということをもどかしく思われているということで、まあ、この日米の平行協議の中で一番何が問題になっているかといいますと、加藤さんがお話をされているのはレシプロカルという、まあ、これは日本では相互とか互恵とかというような形で非常に温和的にその抽象的な表現になってますが、トランプは会社の社長さんなのでもっとはっきりしているわけなんですね。まあ、基本的にはそれは貿易の収支が完全にゼロにするということを求めていると。で、日本の場合には貿易収支は7兆円ぐらい日本の黒字になってますけれども、まあ、そのうちの、その5兆円がこれが
自動車、特にトヨタを中心とする自動車の貿易の黒字になっているわけなんですが、まあ、それをはっきりとゼロにすることを日米平行協議の中で求めていくということが今後予想されて、まあ、それが自動車をゼロにするとこういうことが難しいということであれば、アメリカから その農産物をもっと買えというようなことで、自動車産業とその農業産業を日本の中で争われさせることが十分予想されるのではないかというようなことがお話をされておりました。まあ、この日米平行協議の問題とその TPP の位置づけの問題ですね。あと最後に、なんでもともとそのトランプがこれほど日本なりまた中国でもそのいろいろ問題を起こしているかといいますと、それはもともとのアメリカの地位の低下ということがやっぱあると思うんですね。加藤さんがこの本の中で繰り返しお話をされているのは、トランプが求めているのはパックスアメリカーナという、まあ、米国による平和ということで、もともとパックスアメリカーナの前はパックスブリティッシュですかね、もともとイギリスによる派遣ということで、もともとそれがずっとそのアメリカに派遣が移ってきたわけなんですが、まあ、トランプはもうアメリカの派遣はいらないと、派遣を求めることによって今までそのアメリカが損をしてきたというものを、それは世界中の国が貿易をすることによってその利益を得たかもしれないけれど、アメリカは損をしてきたんだと、まあ、そういうそのパックスアメリカから撤退をするんだと、もうアメリカも自分たちの儲けを一番最優先に考えるんだというようなことが今回 そのトランプ政権の本質としてあるんだという、このそのパックスアメリカからの撤退ということが日本でも報道されていないんじゃないかというようには思います。もともとなんでアメリカがもともとその衰退をしているかということは、これはもうドルの信心 その低下ということがあると思うんですね。基本的には1971年のニクソンショックの時にドルと金 そのリンクが外れてから以降、もうドルは世界中にもうそれこそ莫大な量が垂れ流されに作用することによって、どん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 そのドルの地位が低下をしていったと。それの中でも1971年のニクソンショックの後は、実はドルと石油をリンクするペトロダラーということでドルの地位が維持をされてきたわけなんですけれど、このその石油の決済のためのドルの独占体制というものも、これも由来できていると。ユーロの登場、人民元の、これは石油でのその先物取引が最近始まりましたけれども、そういうような形でドルの信認の低下ということがもともとその大きな背景にあるのではないかと。まあ、それがゆえにドル そのトランプはそのパックスアメリカかなと、もともとアメリカが世界の警察官として世界を管理することは非常に難しいんだということを自覚をして、パックスアメリカから撤回をしていると、それが大きなトランプ政権 その背景にあるのだということが、もともと加藤さんのご主張で、私もそうではないかというようには思われます。もともとこのドル その通貨というものは、もともと前から、これは FRB が民間銀行で1913年にできた時からもともと意図をされていたもので、まあ、FRB が元気のうちの時にはアメリカが巨大な、もともと産業国家としても強大な国だったわけですが、もうその後、FRB がどん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 ドルをこうすれ散らかしをしていく中で、アメリカの地位が低下をしていって、今現状残っているアメリカの産業というのは、もともとメーカー的な産業構造はほとんどもう衰退をして、もう海外に出てっていますので衰退をしていって、残っているのは金融と軍事しかないというのが今の現状、まあ、その中でアメリカがどうやって最後生き残っていくかということが今問われていて、それがトランプの政策の中に反映されているんだと、これが本質なんだと、まあ、加藤さんお話をされていましたので、まあ、今日はこの5本のご紹介と、まあ、それがトランプの政権のもともと中心にあるんだということをご紹介したいと思いまして、お伺いさせていました。以上でございます。先生、和田先生、はい、ちょっとね、和田先生はトランプが内向きの、はい、政治をやっておりますよね、はいはい、それに関してどう思われますか。私ちょっと聞いてみたいんです。もともとこれは何を意味するかというと、その日本との関係、韓国との関係で言えば、将来的には在韓米軍、在日米軍の撤退ということで、もともとベンジャミンさんもここでお話をされてますけれども、
基本的にその在日米軍が撤退することによって日本のその対米自立ということで独立ができるのではないかという意味ではこれは大きな、もともとそのトランプが内向きになることによって日本の独立の道が生まれてくるということは十分あり得ると思いますけれど、他方をもう一つ見方は実は米国と中国が裏で手を握っているのではないかというところがあるわけなんですね。もともとは米国が撤退することによって中国が出てくるということになれば、またまた基本的には日本の置かれている状況はあまり変わらないことになるかもしれないという、そういうところの見方もあると思いますけれど、一応まあトランプ政権が今後どういうふうになってくるのかということは、その推移を見守らなきゃいけないと思いますけれど、やっぱりいい面、悪い面と両方あるんじゃないかなと思います。そうですね、私、まあ、これは本当に個人的な意見で相当皆さんからご批判を受けるかもしれませんけども、別にその本来この何ですか、この世界は一つだみたいな感じでグローバルのことがどん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 進んでいって、それで我々は豊かになったんでしょうか。どん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 そのことによって確かに、一般国民の人たち、上層部はすごい豊かになっていったかもしれませんけど、我々 にとってはマイナスが多いのに、なぜグローバルが大事だ大事だって、もう経済評論家にしろいろんな大学教授の人たちおっしゃってますよね、うん、我々がそれで、グローバル事業でどん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 世界に出ていって、もう貿易がどん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 拡大していって、我々国民が仕事が増え、そして我々が豊かになっていってるんだったら私は話が分かるんですけど、今のそのこのマスコミ、大学教授で経済の評論家っていう人たちは全部これを批判してますよね。で、僕は本当に批判してほしいのは、むしろそうやってじゃあグローバルで出ていってグローバルが大事だって言うんだったら、我々のね一般人たちの生活水準を上げ、そして仕事をどん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 増やしていくということをしないといけないんではないか。だから私はある意味では昔の形に戻ってもう一回出直す、自国の国民を豊かにし仕事をたくさん与えて、そしてお互い同士で貿易が必要なところだけはやっていくというようなことを、まあ、もう一回基本に戻るたらどうなんだろうなという思いが私はあったもんですから、渡瀬さん、その点、もともとはだから、今、問題意識がよく分からなかったので、それで、ですけど、言ってみればトランプはその反エスタブリッシュメントですね、まあ、言ってみれば、まあ、グローバルをすることによって、それが一定 の、 その、 政治家なり官僚なり、その社会の上層部の人たちがその利益を得ているというのはまさにご指摘の通りで、まあ、それがそのトランプ政権は、まあ、反エスタブリッシュメントということで、貧困者の意見を聞いて、アメリカをもっとその今までみたいなその、世界中に利益を与えるのではなくてアメリカにその利益を与えるというような国に帰っていきたいと、まあ、将来的にはそれはアメリカファーストになるかトランプファーストになるかというのは次の議論としてありますけれど、まあ、そういう、まあ、反エスタブリッシュメントだということ自身についてはもうおっしゃる通りで、まあ、それがその結果がどうなるか、それがだから保護主義にすることによってその関税をかけてその貿易戦争をすることによってアメリカが復活をするのかどうかがまた次の課題にはなってくると思うんですよね。それがもともとエスタブリッシュの人たちは保護主義であれば必ずそれは前の戦争の時のように、まあその場合によっては極端な最悪の形になれば世界大戦になるんじゃないかということを心配して、まあ、自由貿易がいいというふうに言うわけなんですけれど、まあ、それはまあ今後ね、今後の推移を見ていかないと何とも言えない。やっぱりいい面と悪い面と両方あるので、一概にこう全部がこうガラッと変わるということにはなかなかなるのかなって、やっぱどうしてもせめぎ合いみたいな形になってくるんじゃないかなと。はい、そこで、いろいろと今まで、和田先生がお話になっていただいた話、そして今私たちが話をさせていただいたこと、その辺の総括を総裁ちょっとなんかお話をお伺いせいただければと思っています。まずにまあ、グローバリゼーションというか、この大量生産、大量消費、大量廃棄やな、これの、まあ、限界は来ておるのが違いない。これはヨーロッパ、EU においてもしかり、それからアメリカにおいてもしかり、日本においてもしかりと、まあ、これ以上生産を高めるということにはもう限界があるんじゃないか。
その中でまだ経済成長を求めるというのはね、かなりやっぱりいろんな矛盾が出てくるということですよ。まあ、そういうことで、このグローバルな経済自由圏を作っていこうという中で、FFR をアメリカが今その要求すると、 F はフリー、フェア、レシプロカル、相互互恵というかな。だからこの、それはまあ今までの貿易のこれ常識ですよ、フリーでフェアでレシプロカルにやろうというのは。しかしアメリカにとっては相互公平じゃないと、こういうわけや。俺とこは赤字ばかり垂れで続いとるじゃないかと、お前たちは黒字で儲けとるじゃないかと、だから要求するぞという強要してるわけですよね。特にライトハイザーは、ロバート・ライトハイザーは強要の名人と言われた。恫喝と強要ですよ。その裏にはいわゆるウィルバー・ロスというロッチャイルドファミリーの最大のギャングがおるわけだから、これはもう恫喝じゃなくて恐喝だよね。で、恐喝と暴力を、で軍需予算が今度は8000億ドル、まあ、1兆円近い、1兆ドル近いものに持っていくわけですから、ものすごい軍事力を今度は拡大するという、その力で強化とするということだから、まあこんな FFR という言葉通りにはいかないだろうと。結局暴力で全部蒸し取られてしまうんじゃないかという僕は感じ方をしとるわけ。だから茂木はもう向こう側の人間ですから、茂木は何でも日本の利益はまあ犠牲にしてでも何でもはいはいということで落ち着くだろうと思う。まあ、そのロバート・ハイザーと茂木の交渉はもうヘビとカエルだね。ヘビとカエルのもう完全に日本は飲み込まれ、もう一回リンカーン・キャデラックを買いなさいと言われたらはいというようなもんだろうと思う。ですね、うん、悲しいかな、売国と政治が横行しているこの現在日本ですからね。他に、もともと、まああれですね、トランプのやってることはディールですよね、まあ、取引をするということで、まあ、取引をする交渉の仕方というのは、まあそれはまあ、その建前の議論の中ではお互いに意見を言って、お互いに利益をその確保して、でそれでまあ、その話をまとめるということなんですけれど、実際本当の交渉の姿というのは今総裁お話をされてましたけれど、まあ、大体そのまとめ方というのは、まあ、極論ですけどね、まあ、脅かすか騙すかしかないんですよね。まあ、その中で、まあ、アメリカというのは強大なまあ軍事力を持っているということで、まあ、最終的にはそれをどう使ってくるかというところが、まあ、今後まあどういうふうになってくるのかなと。ただまあもともと先ほどお話をさせていただいた、これから起きる現実は総裁がお話をされてた通りだと思いますけれど、他方アメリカにはもうそれほどお金がないという、まあ、その強大な軍事産業があるので、これはまあこの力はやっぱり凄まじいものがあると思いますけど、まあ、ドルの信任の低下はそれは世界の警察官を辞めるということなんですよね。まあ、それがまあどん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 撤退をしていくということが、まあ、その朝鮮半島の政治にも大きな影響を与えるでしょうし、またそれが日本の政治にも大きく跳ね返ってくるんじゃないかと、まあ、そんなふうに思いますと。まあ、そういうようなそのトランプ その政策を見越して、まあ、今後やはりそのトランプにどう対抗していくかのということで、まあ、その与党野党を超えたその強力なリーダーシップを発揮している人間が現れてくることを強く求めるということが、まあ、加藤さんが一番、ね、言いたいことではありました。まあ、最後その点だけ補足をさせていただきたいと思いました。アメリカのやっぱりね、核の傘におる間はやはりもう暴力によって全て奪い取られるのが日本の宿命だと思うよ。だから
日本がそれに対抗する暴力を持つことはできないだろうと。対抗できるのは唯一ゲリラしかないんだよ。テロしかないんだ、テロしか。だから1億総テロになるか、それともユーロシアの一員になるか、どちらかの選択だ。 1億総テロは無理だろうから、結局ユーロシア、地政学的にユーロシアの安全保障圏に入ると、それで対抗する以外ないだろうと私は思う。はい、ということで、本日の国家非常事態はこれまでといたします。次回までどうぞ皆さんごきげんよう。日本はユーロシアの一員である。